はい、こんにちは。まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん。メガライトフィギュア、仮面ライダーゴースト、俺魂です。以前ね、紹介しましたこちらの仮面ライダードライブのメガライトフィギュア。うん。これはね、目が光るやつだったけども、うん、仮面ライダーゴーストでもメガライトフィギュア出ましたね。うん。しかも今回はですね、顔が全体的に光るみたい。うん。変身した後の光るよね。うん。あの感じになるんだね。だけど、本当は体も光るんだけど、そこまだ細かく再現されてない。そうだね。ただ暗闇でやってみるともしかしたら光るかもしれないよ。うん、ね、やってみないとわかんないね。そうだね、うん、早速じゃあ開けてみましょう。はい、頭引っ張ってくる。おー、出てきた。あ、じゃあペリペリ剥がして、ペリペリ剥がしてください。え、どこだ。ペリ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 。はい、ということでこちらが仮面ライダーゴーストのメガライトフィギュアでございますね。うん、いい感じだね。うん、うん、この辺なんかマットじゃないんだけどマット風の加工になってますね。うん、うん、いいんじゃない？うん、すごくいいね。うん、そして体がちゃんとここクリアパーツだね。そうだね。うん、はい、あとはゴーストドライバーもクリアパーツ。うん、可動は手、うん、手、手と足首か。うん、出た。同じか。首は動かない。動かない。あ、ドライバーね、首動いたからね。うん、あ、ここちょっと違うね、やっぱな。フードついてるとしょうがないね。うん、背中のこの部分に単4電池2本入れるんだね。うん、じゃあ早速入れてみましょうか。はい、はい、ということで電池入れてみましたね。うん、じゃあエイシン君オンにしてみてもらっていいですか。はい、いきます。はい、せーの、ボン。おお、お、光った光った光った。ちょっと見させて。おお、かっこいいじゃん。おー、かっこいい。あ、でもやっぱ体は全然光ってないね。うん、ここからこう映ってさ光る、ごめんごめん、ここから映ってさ光るかと思ったんだけど光んなかったね。うん、あ、残念。ちょっとそれが、うん、ドライブと、うん、あ、ドライブの方がなんか光ってる感じするな。うん、ちょっと一旦この照明落としてみようか。うん、おー、あ、こうやって並んでるとかっこいい。かっこいいね。うん、ドライブは改めてこうやって見るとかっこいいね。そうだね。ね、ゴーストもいい感じに光ってるね。うん、うん、いいじゃんいいじゃん。うん、へー。はい、じゃあちょっとね、ドライブとゴースト下からちょっと舐めてみるよ。はい、いきますよ。はい、あ、いいね、かっこいいね。うん、でも本当にかっこいいね。かっこいい。うん。ドライタイプメガライト。おい、お前が新しい仮面ライダーらしいな。そうだ、ここは仮面ライダーゴースト。なんか名前きそうだな。このほら、フード取れよ、フードを。悪いな、このフードは取れないんだ。なんだって、フード取るよ、行儀が悪いだろう。取らないって言ってた、ボーン。あー、この野郎やりやがった、これ。ボーン、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 どうだ、どうだ、ぶっ倒れ、強いだろ。こうなったらもう必殺技だ。大怪談。なんだ、もうでかい、剣がでかい。うわお、強かった。普通の映画ではよろしく。はい、ということで今回はメガライトフィギュア仮面ライダーゴースト俺魂でした。はい、今日の動画がですね、よかったなと思ったらですね、ぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネル出てきますんで、新しいね動画がね見やすくなりますんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてですね、コメントをいただけると毎日大変嬉しいです。うん、はい、ということで今回は以上でございます。はい、バイバイ。